俺は友達を作るのが下手だな。もっと言うと、人と喋るのが下手だな。あ、生きるのが下手だな。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。治ったなっていう、大人になって治ったみたいな勘違いってさ、こういくつかあって、例えば俺は子供の頃ずっとこう寝ぼけるっていうか、ドリームワークスですよ。ドリームワークス、寝てる間になんか働いちゃってるんですよね。もしくはドリームウォークスですよ。歩いちゃってるんですよ。寝てる間にこういろんなとこ行っちゃったりとかするやつをすごいこう患ってて、でどうなのよっていうね、ことだったんですよ。で大人になってから治ったってずっと思ってたんだけど、要は一人暮らしだから寝てる時に誰も見てないだけで全然治ってないわけ。要はその子供の時みたいにそういうこう自分がダメなんだっていうのを確認する機会がね、ないだけでちっとも治っちゃいないっていうことが結構あるなと思ったのが、話の発端はね、水曜日の検索ちゃんの収録の時に、そろそろ収録開始しますなんて楽屋にこう呼びに来てくれる人がいて、そのスタジオ行ったらもうみんな何人か集まっててこうワイワイなってるわけで、そこにこううまく入れないっていうのもまあその昔からずっとそうなんだけど、それを俺はもう検索ちゃんの中では、検索ちゃんのメンバーの中では年齢も言ってるし芸歴も言ってるから、別に入んなくてもいいっていうかね、昔みたいに入れてとか言わなくて全然いい立場だから、全然焦らないみたいな、そういうこうテンションでまあそこいたんだけど、なんかその日は劇団ひとりくんが、これ遅れて入ってたらそんなきちんと聞けてないんだけど、劇団ひとりくん誰と付き合ってるのみたいな話で盛り上がってるわけで、しかもその断片的にちょろちょろっと聞こえてくるのはなんか女性週刊誌かなんかに劇団ひとりくんが誰々と交際してるみたいな話が出ちゃって、でこうみんなが本当に付き合ってんのとか、それからあの組み合わせは意外だよねみたいなので盛り上がってるわけで、小池栄子ちゃんなんかも全然もう意外な名前だったよねあれみたいになってるわけで、正直聞きたいよね。正直俺もそれ仲間入りたいよ。意外って言うからさ、どれぐらい意外なんだろうって思うからさ。でもなんかさ、その俺が来ると同時に、あ、なんか今嫌なこと思ったな。俺が来ると同時に収録開始になったから話終わったんだよな。俺が来たから終わったのか。だとすると中2の時から何の進歩もねえぞそれ。でなんかその収録始まりますみたいなことだと思うんだけど、で一人ずつ呼ばれてその、お客さん入ってるスタジオ出てって、でもうなんかこうまず爆笑の2人が出て、小池栄子ちゃんが出て、で次俺が呼ばれる、その次にひとりくんが呼ばれるみたいなとこだから、俺とひとりくんは隣同士だよ。だから普通にさ、誰と噂になってんのって聞けばいいんだよ。なんか聞けない、それが聞けなくて、なんかこうもじもじしてるまま、お次のゲストは伊集院さんですなんつってこう入って、ほんでこう本番の中でも、それオンエアされるかカットされるか知んないけど、本番の中でも、太田さんがまた言いたがりだから、そういうその、スタジオの、前室っつうんだけど、その客前直前で話したこと言いたがりだから、お前誰と付き合ってんだよみたいな、そんな話だとお客さんわーって湧いてわちゃわちゃになってんだけど、品川くんとか次長課長の河本くんはその話題の中心にいたから知った上でこうボケてるわけ。知らなかったよひとりさん、一行と付き合ってるなんてみたいことを言うわけで、俺は
え、一個と月、それは、それはないかみたいな。なんかこう、俺はほら、俺一人さ、死んでてボケてんじゃないじゃんか。ね？もうみんなは、その、あの、ボケだって分かって、一個の名前出してるから。で、また、その、そこでもすごい盛り上がってんです。で、俺はもう、やっべ、俺だけ答え知らないままこのボケに参加しなきゃならねえのが、かなりきついっていう、こう、なんかこう、プレッシャーで、一個で盛り上がってる時も、あの、決め台詞が思い出せなくて、どれほどなんつっちゃって、どんだけだったとか、そこをちょっと反省したりとかしながら、ギクシャク、一人ギクシャクなんですよ。いや、みんなはさ、答え知ってる上でボケ合ってるからさ、その脳みその 100% を、あの、一個の似てないものまでも何でもやりゃいいけどさ、こっちはもうそこ半分取られてるから、なんか、うろ覚えのことでついてからやんなかったりとかしてるわけ。でいて、まあ収録全部終わって、で、帰り俺、その日はその、テレビ朝日から家まで歩いて帰ろうと思って、ほんでこうテレ朝の前歩いてたら、劇団ひとりくんが2歩前ぐらい歩いてて、最初分かんなかったんだけどね、あの帽子もかぶってるし、あひとりくんだと思って、あひとりくんお疲れ様って言ったら、まあ、前それはその、 あの勇気を出して喋った時に、ひとりくんも散歩に凝ってるで、聞いたら、今日はその太田プロまで、太田プロ四ツ谷だっけ、六本木から四ツ谷まで、歩いていこうと思ってるんですよって話になって、あそうなんだなんつって、僕もあのこの道まっすぐ行ってちょっとその友達のとこ行こうと思ってるんだけどなんつって、あ伊集院さんも歩いてるって言ってましたよねで歩いてて、でその歩いてる間ずーっと聞きたいんだよねあさっきの話だけどみたいな、聞きたいんだけど、なんかそれをどうしていいか分かんなくてうまく聞けないんだよね。でまあちょっとひとりくんの方がやや、まあほぼ並んで歩いてんだけど、ひとりくんの方が半歩ぐらい前歩いてて、俺がちょっと後ろぐらい歩いてるような状況で、こうずっと俺はそのひとりくんの、斜め後ろからひとりくんを見ながら聞こうかな誰と付き合ってんの、あでも俺正確に言うと付き合ってんのかどうかもよく分かんなくて、付き合ってると報じられただけなのか付き合ってるのかも分からないから、そこの聞き方をどうしようかなと思いながら、でも俺の方が先輩だし、それで怒るような人じゃないし、普通に誰と付き合ってんののだって言おうと思ったら振り向いて、しかし暑いですねなんて言われると、そうだねなんつってね、そうだね28度ぐらいかな、いや9度あっかな、ちょっと明け方で29度あったから、朝僕テレ朝でスーパーモーニング出てる時の天気予報に29度って書いてあったから、30度あるかもだね、あでも日差しが少し収まってるから28度かななんつってね、また何歩か歩くわけで、また次こそ聞こうかなって思うわけですよね。誰と付き合ってんの、誰と付き合ってんのってのほら、あのまたひとりくんちょっと前いるから、ひとりくんはこっち向いてないから、口の動きだけでこうシミュレーションして誰と付き合っているの、こうそう、こうこんだけのこと、こんだけのこと言えばいいやと思って、またこう言おうとすると、言おうとしたらちょうどこう表参道で言わない、表参道のあたり行ったらものすごい人いるわけ、いつも全然人いないところが、もうね東京の地理に詳しい人だと分かると思うんですけど、六本木ヒルズから四ツ谷に抜けられる何通りって、外苑東通りなんつうのは、特にその六本木ヒルズから、そうね、青山一丁目、信濃町あたりまでは、ほとんど人なんか通らないの。空き地も多いし、したらびっくりするぐらいそこに人がいっぱいいてさ、今聞こうと思った時に人いっぱいいるわ、テレビカメラもいっぱいいる。
これなんだこれと思って、え、ひとりくんとんでもない人と付き合ってんじゃねえかと思って、これ俺がこんな気軽に聞けないような、そのもうひとりくんを待ち伏せてみんなでこうその大騒ぎ、するような、もうなモニカ・ルインスキーさんみたいな人と付き合ってんじゃねえかで、モニカ・ルインスキーさんがどれぐらい大事なのか全然わかんねえけどもね、モニカ・ルインスキーさんが急に今そのびっくりするような相手で思いついた、俺も俺だけど、あのクリントンのチンコを食わせた人だよね、モニカ・ルインスキーさんってね。そうだよね。まあだから、え、何このカメラが道路にうわーっていて、で上見たらヘリとかも飛んでっから、うわ、マザー・テレサとこれ付き合ってんじゃねえかと思うぐらいの感じですよ。したらそれちょうどさ、あのザードの音楽層みたいな、泉もう泉から言い始めたら厚野さんしかいねえよ、酒井泉さんのそのファンの方々が集まってみんなで歌ってお別れしましょうみたいな、真っ只中通っちゃってさ、まさにあの通りなの、あの通りなの、あの音楽層のその順番待ちで並んでるとか、あの通りで、でもうほら全然こう喋れなくなっちゃって、でその大勢の列を抜けるまでずっと歩いて、でその歩いた頃にはなんかこう空気もすんごく悪くなってて、あのひとりくんは一世尾形とか好きなんつって普通ですなんつってねで、あの一世尾形さんで、向こうも気使ってさ、一世尾形さんの中だと、あの一世さんが地方のスナックかなんかに、たまたま入った客の一人芝居、あれが大好きなんですよって多分気遣って言ってくれたと思うんだ、俺がそういうあの一世尾形さんが好きじゃなきゃ成り立たないような会話のスタートだから、一世尾形さん好きね、あの一人くん、あの一人か一人芝居だけど一世尾形さんも好きだよねのトーンで好きって聞いてるから、それほどでもスタートに、ああでもみたいな、でもあのスナックのお客さん、地方のスナックのあのにたまたま入ったお客さんのやつは、あれはすごい好きですよ、で俺たまたまそれを見てないから他の一世和田さんのは見てんだけど、それを見てないから、あそうで、あとは青山一丁目を越えて信濃町までは無言だったね、うん、何も話すことなくなっちゃって、で信濃町を越えたあたりで急にひとりくんが思いついたように、あ、伊集院さんまっすぐですかうん、僕ちょっと曲がるんでって慶応病院の横を曲がってひとりくんは消えていったんだけど、太田プロってもっと先だよな、絶対な、絶対太田プロもっと先だよな、絶対そうだよな、あそこ曲がったって太田プロ行かないよな、絶対あれって気まずかったんだと思うんだよね、もうそのだって太田プロ捨てたもん、太田プロって外苑東通り沿いだよね、沿いの四ツ谷のまさにあの四ツ谷何丁目で、四ツ谷三丁目の交差点のとこだよね、で俺そのまま真っすぐ歩いてって太田プロの前通るわけよ、あれ曲がる必要、あー居づらいんだ、俺のそばの空気大変居づらい空気なんだと思ってさ、なんかこんなだったな俺ずっとと思って、ずっと学校の帰り道こんなだったなと思って、メンソール乱れ咲きディスコナイト、なんかさ、その俺劇団ひとりくんのことが多分好きなんだよね、でいてその変に思われたくないみたいな意識がすごく強くなるわけで、その一世尾形さんの話がまあやや空振りした後も向こうからこう落語の話を振ってくれて、でいて向こうの興味のある話題で俺の、まあ、得意っていうかある程度知識のあるところの話題だと思ったら一生懸命喋っちゃうの。もうなんか気がつくと向こうが完全聞き役になっちゃってる会話じゃないやつ。ありがちなんだよね。俺みたいなタイプにありがちな。一方的に俺の知識を押し付けてるだけで気がついたら、あ、やべ、ひとりくん今5分は喋ってねえな、みたいな感じで、まあまあっていうのが、まあ俺個人的な考え方なんだけどみたいな、
あの、高専の渡辺くんにたまに、あの、駅の乗り換えについて聞くと、うわ、なげーっていう、こっちがもうすげーいいよって思ってんだけど、もう新幹線の700系じゃなきゃいけねえみたいなこと俺ねえからみたいな、もう、N700 の N っていうのはみたいな話をもうすっごい始めちゃってて、もうこっちも、あの、こっち側から聞いた手前話遮るの悪いと思って、うん、うん、って気づけよ俺がもう全然反応してねえのみたいな。わかるでしょあれ、あの感じとか。途中なったりしててさ、なんかそういうのが、あ、俺多分中学校とか高校とかもこんな感じだったなと、なんかすごい思ってね。で、結果誰と付き合ってるかもわかんねえし。ね、なんだろう、あの乗り遅れる感じ。昔からそうだよ、俺、その、クラスがすっげえ、あの、大爆笑の渦に包まれてる時に、なんか今更聞けねえしな、みたいな。それで愛想笑いみたいな、しとこう、みたいな感じの。ね。で、検索ちゃん、あの日は次長課長がいて、品川庄司がいて、劇団一人がいて、小池栄子がいて、爆笑問題いた中で、その一番ホットな話題についていけてないのが、俺と田中裕二ね。田中裕二も、何って言ってた。ニコニコしながら、何言ってた。で、俺はニコニコしながら何とは言えないタイプだから、あーってなった一人。あーってなった俺は。一応ファクス開けっぱなしなんで、ペンネーム、笠井明宏。その気持ちわかります。二人きりの場合、僕は話題すら触れません。あのね、僕なんか話題すら触れませんって書くけど、話題が触れない人と今みたいに俺みたいに無理やり話題を繰り出しては、より変な空気を出していく人だと、話題が結果的に触れない人の方が上だかんね。要はもう仕方ないっていう、自分の力量では話題を振っても仕方ないっていうところを理解してるから黙れるわけじゃんか。俺それすらも耐えられないから、何か振ろうとして、なんか変な感じになってくんだよね。3人いるとある程度楽な気分になれるのですが、あの3人もさ、特にさ、その細いさ、歩道なんか歩いてるとさ、3人横に並ぶわけ いかないからさ、必ず2、1になるじゃんか。絶対1な。絶対フロントメンバーな。あのさ、あれ、バックダンサーだとそんなに問題ないんだけど、2トップの、後ろ、俺の場合は、なんとなく自分で調節しながら、その、2人の話題、そうだね、そうだね、なんて言いながら、なるほど、なんて、いやー、なんて言ってればいいんだけど、ワントップになっちゃって、ダブルボランチに、後ろにダブルボランチにいられちゃうと、サッカー知識ねえのにさ、ねえ、なっちゃうとさ、もう不安でしょうがないよね。なんか後ろで、俺のこと笑ってんじゃねえかみたいなことになってくるから、あのね、一番いいのは一人がいいよ。一人が。ねえ、もう一人ぼっちが最高だよ。歩いたりするのに限って言えば。ねえ。